岡田大は、地方競馬の浦和競馬場、矢部口一朝9車所属の騎手である。1996年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、増田競馬場、大賀和正9車から、騎手デビュー。同年4月7日、第1回増田競馬2日目第4競争荒径、D96 組一般戦登るキティで初起場、初騎乗。 同年4月20日第1回マスダ競馬5日目第8競争荒原系 B 級3組一般戦をリーダーフェースで優勝し初勝利同年7月7日第5回マスダ競馬6日目第9競争第44回日本海特別を三国で優勝し重賞初制覇デビュー後3ヶ月でマスダ競馬最大のレース制覇という快挙を成し遂げる 1997年9月23日第12回全日本新人王総派戦出場。同年地方競馬通算100勝達成。同年内優秀新人騎手賞受賞。日本プロスポーツ大賞新人賞受賞。1998年マカオジョッキークラブがタイパ競馬場で行った第6回マカオ見習い騎手、招待競争に出場。 マカオミナライキッシュ招待ボールに起乗し、海外競馬初起乗。2001年地方競馬通算500勝達成。2002年8月16日に、マスダ競馬場が廃止され、浦和競馬場、浜村めぐみ舎に移籍。2003年6月22日、第2回福島競馬2日目第8競争3歳、以上500万下山根ダンサー起乗のためへ遠征し、同日、 第2競争3歳未勝利戦橋のシャムロンに帰乗し、中央競馬初帰乗。2006年4月、浜村めぐみ調教支配業に伴い、須藤和弘9社に所属変更。2007年12月25日第9回浦和競馬2日目、第6競争3歳6組7組を、当選ベリタスで優勝し、地方競馬通算700勝達成。 2008年、須藤和弘調教師廃業に伴い、矢吹口一朝休社に所属変更。2009年平成20年度南関東、厚労機首賞受賞。地方通算成績は6765戦767勝2着784回、3着765回、勝率11.3%、連帯率22.8%中央競馬6戦、でしょ ありがとうございます。